懐かしい。何日前に帰国したんですか？昨日っすよ。昨日。はい、もうほやほやで、まあめちゃくちゃ夏からその寒いじゃないですか。今冬だから、はい、全然なんかわけわかんないみたいな感じ。体が体はまだ暑いと思いたいみたいな。でも寒いみたいな。でももう俺ももうどうすればいいかわかんないから、とりあえず暑いんだけど長袖をはとりあえず着ているみたいな。なんかわけもわからず長袖を着ている状態です。マジで大変でした。よくぞ帰ってきましたね。よくぞ本当に俺が嬉しいですわ。よくぞ。いや、そのピーターがなんかそういうことを気持ち屋に行って、うん、そのグンピーのこの、うん、が YouTube 宣伝すれば、うん、なんか1億円稼げるみたいな、ピーターが言ったみたいな言って、冗談で言ったみたいな。はい、あのハッタリです。ハッタリで冗談。あ、スウェーデンジョーク。スウェーデンジョークで言ったら木田さんがなんか泣き始めちゃって。嘘とか言えなかった。グンピーさんは俺たちいないところでマジで売れるんじゃないかって言ってるってことになって。いや俺言ってない。ピーターが嘘で。おいピーター嘘だろ。おい待ってよ、無事スウェーデンに帰れると思うんじゃねえぞ。で嘘ってあんまり言えなかった。木田さんが盛り上がりすぎて普通に言えない空気になっちゃった。ごめんね。いやいや大丈夫、売れるわけないじゃん。まあ、帰国ライブに何の伏線が貼ってあるんだよ。おかしいだろ。いっぱいあるんだよ。おかえり、俺がやりたいって言ったけど、ただ俺はおかえりみたいな感じしてやれればよかったんだよ。楽しくしゃべりそれどころじゃないわ。イートン最終回の時タモリさんみたいな。そうね、シンボルとしていて、これ俺の番組だぞ。2月4日に投稿してくれ動画をって言われたよ。すみませんよ。今日2月4日はマギダチャンネルに桜井さん出るんだよ。桜井翔さん、なんで桜井翔さんの次にレンタルブサイクあげるんだよ。バギダミ、むちゃくちゃすぎるだろ。バギダミ様連れて行って。どこにだ、どこにだ。あなたの世界に。貧乏神、貧乏神だ。僕だけでも連れて行って。ただ俺が大した出来事でもねえわ。せっかく帰ってきたのにこんなこと言わせてる。盛り上げたかったの。お金みたいな。寝そう。なんでだよ。なんでだよ。寝るなよ、ここで。手かかるな。おかえり、レンタルブサイク帰国記念ライブです。どうしたんですか、どうしたんだ。せーの、レンタルブサイク帰ってきたぞ。この期間がもうほんと全部がもう致命傷になるんじゃないかっていうぐらい嫌な出来事が全部毎日だね。何で勝ってんの。もうダウンしていいんだよ。ダウンしろと。なんで毎日毎日間違えてる。俺なんかよ、今会社で発行したの女にハゲパーマって呼ばれてるんだぜ。で、そこで僕グーって笑ったんですよ、うん、その後に篠原さんが好きになってやろうかって。いや、もっとさ、ひどいことすらすら喋ってるよ。普段さ、延長したくないんだけど、延長したくないんだけど、どうぞ、ゆうちゃんがいられるんだよ。知ってるぞ。言葉選ぶとして言葉選んだじゃん。軍品のはちっせえな、おめえはしょんべん用のチンポだ。なんてこと言うのよ、お前。顔チンコにする、顔チンコにする、顔チンコにするなよ。英語で、あの、うんこ漏らした話。英語で、英語で、はい。When I was drinking。 めっちゃくちゃ言うよ。そやろ、そやろ。これチンポ、まっすぐ向いてきた。これビルトさんの、ほんまに。はい、アムステルダム。普通に楽しかった。最高でしたね。久しぶりのライブで。あ、やめてなった。いやマジで帰ってきたなって感じ。あ、よかった。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 日本ですよ、僕は。いや、日本だわ。お疲れ様です。いや、もうみんな出てくる。これいいライブだ。配信ね。
そうね、見てほしいっす、うん、そうですね。そう、直前の予想で、いやこのライブの宣伝したタイミングが、うん、それ僕がパスポートなくして、うん、篠原さんがこう、うん、助けてくれてみたいな動画出て告知だったから、そのみんな、うん、でも勢いで買っちゃって当日来ないんじゃないか。一番かっこよかった、その時。あれちょっと僕もあのコメント見させてもらいましたけど、確かにめっちゃかっこいいみたいな。とんでもないバブルが起きた。嘘だろみたいな。ね、全然意識なかったし、俺全然その、マジで何やってんのこいつって思ってた。優しいみたいなコメント書いてたけど、別にあんまそういう狙いみたいな。そうね。おもろい。なかったもんね。こいつマジで何やってんの。よかったことに来てもらってね。ありがとうね。みんな出てくれて。うん。俺の悪いとこも明らかになってよ。ああ、そう。お前の悪いところもいい。お前も今後めくられてくる。今後お前になってくるんだ、今後。よろしく。素晴らしかったですよね。楽しかったですね。いや、嬉しい。楽しかった。楽しかった。うん。です。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな道家、フリーターの時回答インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。